はい、さあ、こんにちはです。今ね、マルカイっていうところで買い物してきましたっていうことで、これまずサバですね。サバ、これが3ドル99セントですから400円ぐらいですね。で、今日のランチにね、食べようと思って、タコの頭です。タコの頭、これがね、2ドル49セント。タコとか頭とか、頭が安いっすね、頭がこれ稲荷ですね。稲荷2、4、5個入ってますね。値段が3ドルの98セントですから約400円ですね。あと柿買ってきました。柿ですね。2、4、5個ですね。あと玉ねぎ、全部でね13ドルぐらいですね。今日はそのタコの頭と稲荷をランチに食べようと思ってます。あと前に買ってあったあのソフトの豆腐ですね。これ前に買ったやつ、これをちょっと刺身にして食べようかなとかって思ってるところですね。タコの頭です。2個も食べれるかな。1個後にしようかな。まあ1個後にしましょう。小さいのはちょっと夜にでも食べますっていうこと。冷蔵庫戻します。あと、まあ、あの最近思うことなんですけど、まあやっぱ結構ね、あのやるのがないとなんかやっぱ面白くないですよね。だからバイトでも探そうかなとかって思ったりしてるんですけど、バイトでも、まあね、遊んでくれる人がいたらいいんですけどね。昨日なんか友達と LINE して、静岡やったっけ、愛知県やったっけに住んでる友達がいるんですけど、まあ彼もバツイチでなんかでも彼女さんがいるらしくて、昨日は彼女さんとなんか仲良く焼肉を食べるんだとかって言って、なんか見せつけられちゃいましたね。まあ適当な大きさにね切って、まあいいっすね、やっぱね、一人でいるよりもなんかお友達とか遊んでくれる人がいたらいいっすよね。こっちが醤油入れた方がいいのかな。わさびどれに、わさびはこっちがいいか。こっちがなんかかっこいいね。あれ、こっち。だからバイトでも探そうかなとかって思ってるんですね。まだこう旅に出るのに、まああのちょこちょこね、近くを散歩していて、それもまた一つの旅なんですけど、まだね、他の州、まあ他の州っていうと今のところどこでしたっけ、あ、隣のアリゾナ、ね、ネバダぐらいしかまだ行ってないんで、まあね、車は早く売らないといけないんですけど、なかなか行動ができなくて。
まあそういうなのをね、少しずつ、あとダブルトゥーホームっていうのがあって、スタッフの前のスタッフの人にこのダブルトゥーホームっていうのを配らないといけなかったんで、でそれがようやく来て、2019年のやつなんですけど、普通は来年来るんですが、まあでも自分の場合はもうビジネス3月には閉めてるんで、3月分までのダブル2ホームが来ていて、それをスタッフの人に、配布しないといけない。まあまた一つね、その問題が解決しましたっていうことで、あと前の大家さんとのね、ちょっとした敷金っていうのをちょっと返してもらおうと思ってるっていうところですね。それの問題と、あと IRS の問題がまだ残ってまして、お金は全部払ったんですけど、余分にねちょっと取られてるんで、そのことをどうしようかなとかって今考えてるところですね。まあいろいろありますね。そういうなのが全部ね終わったらね、大陸横断のこう旅行したいなって思ってるんですね。でその間もうちょっと時間かかりそうなんで、なんかその間バイトでもなんかしようかなとかって考えたりしてる今日この頃ですね。あ、そうだ、豆腐もそうなんですけど、七味買ってきたんだ、これ。豆腐にね、七味をかけて食べようと思って七味を買ってきました。 SB さんの七味唐辛子を買ってきたんで、豆腐の水またこぼさないといけない。まあそんなところですかね、今のところ。まあちょっと彼女さんが欲しいなっていうのと、旅に出るまでなんかバイトでもしようかなとかって思ったりしてますね。なんか遊びきれてないですよね、うまくそんな感じですね。時間を持て余してるっていう感じですね。ねえ、どなたか連絡取れてね、まあ男性でも女性でも、まあなるべく女性の方がいいんですけどこっちに来るんだけど案内してくんないとかね、そういうことであればもう全然時間がありますんで、連絡取っていただければ。まあこっちにね来ておられる学生さんでもね、まあ別にこういう変なおっさんでもよければサンディエゴ近辺ね、一緒におしゃべりとかするっていうこともねいいかもしれませんね。まあどなたかコメントなりね、連絡いただければ、多分まだ今のところ時間がありますので、ご一緒することも可能かなとかって思いますねということでさすがです。 Thank you for watching this.